ラブロサガマサでございます。はい、ということですね、本日なんですけども、皆さんですね、最近、7月ですね、まあなかなかですね、まあ、新作のスニーカーですね、まあ先月先々月に比べるとですね、まあいいスニーカーがですね、どんどんリリースなくなってきてるというか、まあ少なくなってきてるんじゃないのかなっていう僕イメージがあるんですけど、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。もうね、とうとう僕今月欲しいスニーカーがですね、今のところこれ撮影してる現段階でですね、欲しいモデルっていうのがですね、今一足もないところなんですけど、皆さんはございますでしょうか。でまあそんな感じで僕自身はですね、結構今月萎えてるんですけど、こんな状況、欲しいスニーカーがない状況だからこそ、皆さんにまあおすすめしたい、まあ一足でもありますし、僕個人的にもですね、お金に余裕が出てきたので、もう絶対に購入しておきたかった、一足があるんですけども、そちらをですね無事購入できましたので、本日ですね紹介していきたいなと思います。はい、ということでですね、はい、こちら、ABC マートグランドステージでですね購入してきました。というよりもですね、仕事の帰りに購入してきたんですけど、僕の職場から徒歩30秒ぐらいのところにですねグランドステージがありますので、まあそちらで購入してきたんですけど、まあ別に意識したわけじゃないんですけど、ちょうどねグリーングリーンでね、もうちょっと色バッチリ合ってるみたいな感じで、まあそんな話はどうでもいいんですけど、早速開けていきたいなと思います。はい、ということでですね、こちらでございます、ナイキの白箱。もう皆さんね、中身は大体想像つくんじゃないのかなと思うんですけど、こちら、ナイキエアフォースワンということで、まあ最近ね、世間を賑わせているエアフォースワンのシリーズをですね、購入したわけなんですけど、なかなか売ってないですよね。今後のリリースだったり、廃盤になったのかとか、まあいろいろ噂されてるんですけど、もうその情報もですね、内部の人間からですね、聞きつけてきましたんで、本日皆さんに、お伝えしたいなと思います。まあもうほんまに普通のエアフォースワンの、箱になっておりまして、はい、開けます。おー、めちゃめちゃかっこいいです。まあいわゆるですね、今回紹介する一足を購入したことをきっかけにですね、まあこうスニーカーヘッズに対してのこう憧れみたいなのがですね、出てきた、まあスニーカーをこうコレクションしたりすることですね、まあそういったこう歴史が始まった、僕の中で一足ではあるんですけど、そのスニーカー新品で購入しましたので、こちら紹介していきたいんですが、これ皆さん持ってる方ね意外に少ないんじゃないのかなと思う、もう超ド定番のモデルなんですけど、ということで、本日購入したスニーカーはですね、はい、こちらでございます。今回ですね購入した一足はこちら、エアフォースワンミッドのブラックでございます。ちょうど定番でございます。はい、ということでですね、今回ですねこちらエアフォースワンのね、ミッドのブラックをですね購入したんですけども、これ超ド定番の、モデルなので、皆さんもそれも知ってるわという方大勢いらっしゃると思うんですけども、持ってる方はですね意外に少ないんじゃないのかなと思います。で今回ですね、僕はなぜねエアフォースワンの、ミッド、まあいわゆる世間ではハイとも言われてるんですけど、まあこれ定番のやつなんですけど、なぜこちらをねこのタイミングで購入したかっていうのをね、ちょっとお話ししたいんですが、僕はですねもうずっとエアフォースワンは大好きで、もう僕がそれこそ YouTube を始めたもう初期の時にもエアフォースワンも紹介してますし、まあ履き潰しでは買い替えてみたいなね、ずっとやってるんですけど、ここ長らくですねこの黒のミッドに関しては購入してなかったんですよ。でまあ久しぶりにですね、ちょっと履きたいなと思いまして、でまあ最近いろんなねこうスニーカー、まあ斬新なモデルっていうのがたくさん出てる中、なんて言ったらいいんでしょうね、もう別にこれ批判してるわけではないんですけど、もう僕のもう領域では理解できないようなスニーカーがいっぱい出てきてるんですよ。まあポップなデザインな、まあダンクとかでもそうですけど、僕がダンクちょろっと興味あった頃ってまだあのカリフォルニアカラーとか、ああいうまあいわゆるまあ僕の中でまあまともというか、まあある程度のまあイメージが湧くようなスニーカー、こうコーディネート一つにしてもある程度こうイメージが湧くようなまあスニーカーのラインナップっていうのが基本だったんですけども、最近はね、それこそあのこの前の牛さんのやつとか、もうなんかデザインめちゃくちゃすごいじゃないですか。なんかこうどうやって合わせたらいいねみたいな感じで、まあなんかこうスニーカー単体でこう見がちなところが、まあ最近のこう傾向ってすごい出てきてると思ってて、ジョーダン1とかでもものすごいカラフルなカラーとか出てるじゃないですか。あれどうやって合わせんねんみたいな、そういったモデルとかもまあたくさん出てて、やはり僕はやっぱりスニーカーを履く上でやっぱり洋服、まあこういったシンプルな T シャツとかキャップとかシンプルなこうデニムとかにね、合わせてでもこう楽しめるような一足っていうのは僕非常に大事だと思ってて、まあちょっと基本を振り返ろうじゃないですけど、でまあ今回ねちょっとお金にね、余裕が出てきた今だからこそ、ちょっと久しぶりに購入したいなと思って、
今回購入させていただきました。でまあこちらちょっと紹介する前にで皆さん気になってるエアフォースワンのですねまあ情報ですよね。ローカットの白がまあ全然入ってきてない、売ってないっていうところで、僕ですね関係者の方からもう直接話聞いてきたんですけど、ナイキの、エアフォースワンの白とかまあローカットの黒ですよね、おそらく、今年のですね10月頃にですね、また在庫復活するようです。なくなったりとか廃売になったりっていうのはですねないんで、その辺安心していただきたいので、くれぐれもねプレネとかで買う必要全くないので、皆さんね我慢できるのであれば我慢した方がいいかなと思います。絶対に10月ぐらいに出ると言ってたんで、ただそのもうこれまたいやらしい話なんですけど、かなり数を絞るらしいです。で販売店に関してはおそらく大型のショップのみになるので、例えば ABC マートとかだったらグランドステージだけとか、今までやったプレミアステージがなんかスポーツとかいろいろあるんですけど、ああいうところにはおそらくエアフォースワンの白は置かないという話を聞いてますし、まああとは基本的にはナイキの直営店ではおそらく取り扱いがあると思うんですけど、まあそういった小さい靴屋さんに関してはおそらく、今後はですねエアフォースワンは下ろさないと、おっしゃってましたので、皆さんねこの情報を参考にしていただければと思うんですけども、はい、ということでね、早速ですねちょっとね、細かいところね見ていきたいなと思います。はい、まず全体から見ていきましょう。外側がですねこんな感じになっておりまして、はい、内側がですねこんな感じでございます。もう真っ黒です。はい、正面から見るとですねこんな感じになっております。はい、ヒールですね、こちらナイキエアの刺繍ございまして、履き口も真っ黒と、でアウトソールもですね真っ黒になっております。僕ねエアフォースワンめちゃめちゃ好きで、本当に全部ローカットもミッドも全部持ってるんですけど、何が一番エアフォースワンでですねまあ気に入ってるかというと、やっぱこの素材感なんですよね。まあこのオールレザーというところで、例えば雨の日にでも全然履けますし、っていうか最近ゴアテックスとかのねエアフォースワン出てますけど、ぶっちゃけ僕が思うに普通に大雨の日とかでもちゃんと傘さして歩いてれば、通常のこのレザーのエアフォースワンあればあそこまで高価なこうお高いモデル買わなくても、本当にエアフォースワンで僕十分雨の日はですねしのげるんじゃないのかなと思うぐらいですね、このナイキのエアフォースワンのこのレザーっていうのはよくできた素材になってるなと個人的には思ってます。あとはもうねもうこの一色というところで、まあなんとなく白の方がこうファッションとしてなんかこうコーディネートとかでも白の方がイメージつきやすいと思うんですけど、あえての僕はですねまあ黒をかなり推しておりまして、これなんでかっていうと、黒の方がねなんかちょっとこう男らしいというか、なんかこれ僕の勝手なイメージなんですけど、エアフォースワンの黒をかっこよく履ける人ってすごい好きで、僕なかなかねフォースワンの白はまあナイキの一応新作としてもフォースワンの白をベースに使ったモデルっていうの多いんですけど、黒をベースに使ったモデルって非常に少ないんですよね。白はもちろんね色的にもすごい涼しげあるんですが、まあこうあえてのこう真っ黒でショートパンツ履いてみたいな、でニューエラのブルゾンみたいな男気のあるですねちょっとコーディネートをですねしたいなと思いまして、まあこのタイミングで購入したという感じになります。やっぱりこのフォースワンってめちゃめちゃかっこいいですよね。はい、ということですね、こちらのエアフォースワンですね、いろんなキャップとかボトムス T シャツに合わせてですね、早速試着していきたいなと思います。はい、ということでですね、こんな感じでいかがでしょうか。もうほんまに一周回ってめちゃめちゃかっこいいんじゃないのかなと思います。もう下でバッチリ色締めてるんで、上にこういう風にトップスイのオレンジのちょっとバチバチちょっと明るい T シャツ持ってきてみたいな、ちょっとブルドの派手なやつ被ってるんですけど、黒黒白でモノトーン固めてパンツでちょっとカーキみたいな、はい、もうバッチリなんじゃないんでしょうか。これ久しぶりに出したんですけどめちゃめちゃかっこいいですよね。あとはこんな感じで白赤ブルーズ、まあこのように後ろで被ってもいいと思います。あとこんな感じで尻尾のキャップとかもいいんじゃないでしょうか。めっちゃ久しぶりに被りましたけどいかがでしょう。はい、続いてですねこんな感じでね、ちょっと薄いデニムのショートパンツ足見たんですけどいかがでしょう。これリーバイスの、ショートパンツあるんですけど、 T シャツこう白 T にキャップこう LA のブルーみたいな、まあそれかですねこんな感じでね赤ブルーズもいいんじゃないでしょうか。うん、まあこんな感じでね、後ろ被りしてもいいんじゃないでしょうか。これいいですね。はい、続いてですねこんな感じでちょっと黒 T に足見たんですけどいかがでしょう。キャップはですね940の D フレームのですね NYC、 まあ昔ちょっと流行ってキャップなんですけど、まあこんな感じでね合わせてもらってもおーいい感じじゃないでしょうか。はい、こんな感じですね、ちょっとイケイケ兄ちゃんの白キャップみたいなね、こんな感じも、たまにはありなんじゃないのかなと思います。まああとは何でも合うんですけど、こんな感じでね、ベージュも相性、おこれいいですね。はい、ということでですねもうこのシンプルエアフォースはもう最高に気に入ってます。はい、ということでですねいかがだったでしょうか。はい、今回ですねこちらエアフォースワンの、07エレベートミッドの、ブラックですね、こちらを紹介させていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。まあねちょっとコロナの関係とかでおそらくまあナイキもですねまあちょっと新作のリリースっていうのはですねまあ出し控えてるっていうのはですねおそらくあると思うんですが、まあこのタイミングだからこそね、皆さんもですねまあちょっと初心を振り返ってではないですけど、やっぱりこう僕もね、一スニーカーヘッズとしてなんかこうやっぱり定番どころはですねちょっと抑えたいなっていう気持ちが
って、ニューエラのキャップとかでもそうなんですけど、やっぱり僕もいろんなこうカスタムキャップとか買っていって、こう最終的に、戻ってくるのはニューエラのオーセンティックオンフィールドキャップですよね。あのシンプルなキャップに戻ってくるんですけど、まあスニーカーで言うとその点やっぱエアホースないと思うんですよね。もしここにまあ大量のスニーカーがあってどれか一足持っていけるってなったら、多分おそらく僕はですね、エアホースワンになると思います。まあ先ほどちょっと話しましたけど、10月ぐらいにまたフォースワン復活するっていうところで、まあね、多分細かい素材だったりっていうところですね、多少の多分変更がおそらくまああるとは思うんですが、長い間大々的なねシルエットとかは変わってないので、おそらくそんな大きな変更点っていうのはないと思うんですけど、もうボロボロになった黒のフォースワンしかなかったので、ちょっとこんだけですね綺麗やったらね、なんかちょっとこう親近感あって、めちゃめちゃね、まあ新鮮な気持ちでちょっとこう履けるんじゃないのかなと思ってて、めちゃめちゃ今楽しみになってます。まあ雨の日でもガンガン履けるんで、まあ置いててももったいないので、ちょっとガンガン履いていこうかなと思ってるんですけど、あとねこれ最後までね見てくれてる皆様にですね、ちょっとだけ告知するとですね、実はですね8月ぐらいにですね、皆さんにまあでかい発表できるかなと思うんですけど、まず1個がですね、近日ですねちょっと動画に出すんですけど、とんでもない YouTuber と、コラボさせてもらうことになりまして、僕のチャンネルでですねアップしますので、ちょっと楽しみにしてください。もうおそらくですね昔からのスニーカーヘッズやったら絶対知ってる人なんですけど、その方とちょっとコラボすることが決まりましたので、そちらの動画をアップさせていただくのと、あとですね8月末ぐらいになると思うんですけど、皆さんもね、参加できるようなちょっとねイベントですね、イベントっていうかまあまあイベントにしときましょうか、ちょっとありましてですね、そちらのサンプル品がですねおそらくそろそろ僕のところに届くんじゃないのかなっていう感じなんですけど、イケてるデザイナーの方も入ってね、ちょっとガンガンね、ちょっとやっておりまして、まあ近々ですね皆さんにお見せできるんじゃないのかなと思いますので、そちらもちょっと楽しみにしていただければと思います。はい、どうもですね本日の動画いかがだったでしょうか。今回のですね動画が良かったなと思ってくださった方はですね、ぜひともですねグッドボタンの方よろしくお願いします。あとね、チャンネル登録もですねもうガン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 お待ちしてますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということでまた皆さん次回の動画でお会いしたいなと思います。どうもありがとうございました。